ミンツク日記を見ましてね。師匠の使命ですね。というか弟子と一緒に見たんですけどね。もう1分動画ぐらい弟子と一緒に見ればいいんやけど、だから弟子もなんかのコメントを求める、うん、後で、なんでやねん。ええやないよ、別にそれぐらいなんか言えや、見たんやからよ。はい。何やなんかい。いや、そこはそこはツッコミ決まってるじゃないですか。なんやねん、言い方か。違うやつ。何を期待してたの。あやかるかなと思って。ああそうか。何あやかってんねんか。あやかったんはそんなんか。まあいいねんけどよ。ミンツク日記ですよ。はい。8月29日分のミンツク日記は、うん、レジ袋の話、結局。なんか、うん、ゲリラ豪雨とか水害とかは、環境問題なんやって、うん、環境問題なんやってよ、うんうん、異常気象とは言ってないけどさ、まあ異常気象とは言ってないが、環境問題なんやって、うん、でそっからレジ袋なんやって、うん、レジ袋有料化だから小泉進次郎批判でしょうね、おそらくね、うん、俺の予想によると、推測によると、うんうん、でレジ袋で結局レジ袋有料化をしてどうなったかっていう話で、うん、で850万トン出ていたゴミ、これ日本全国なのかな、まあ、そうやろうな、多分日本で出ていたゴミが824万トンで横ばいになっていますって言って、うん、でもそれはレジ袋の割合は 1% なので、それはレジ袋の有料化のおかげではありませんと、減ったは減ったけどそれはレジ袋の有料化のおかげではありません、しかし、うんうん、その人々のプラスチックをリサイクルしなければならないっていう意識が高まったことにより、だから850から824になったことは影響があったのではないかという話ですね。結局レジ袋有料が肯定してんのっていう話なの、うん、っていうことに取れたけどね。俺も取れたけど、弟子はどうでした？弟子はなんか否定しているようにも感じたんですよね。でもどっちとも取れる。でもレジ袋だから主語抜き話すっから悪いね。主語抜き話するやつ多すぎねえ。だから結局何の話してんのこれ。例えばさ、配信とかでもやっててもさ、うん、動画につくコメントにしてもさ、なんとかかんとかかんとかはな、うん、どうなのとか言うんだけどさ、うん、主語がないから分からへんねんけ。だからこのことを例えにするとさ、うんうん、だから大津さんは、レジ袋有料化のことについて喋りますって言ったと、うん、で850万トンのゴミが824万トンになると言ったと、うんうん、でもレジ袋ゴミの中のレジ袋の割合は 1% だから、レジ袋有料化自体がゴミを減らす、まあ、事実としてゴミは26万トン減ってるんですけど、うん、それはレジ袋の割合から言って、レジ袋そのもの、レジ袋有料化そのものがその減らす原因になったんじゃないですけども、人々の意識が高まったことにより、ここやね、だから。レジ袋有料化のことで、ことにより、人々の意識が高まって、リサイクル意識が目覚めてゴミが減ったんですって言ってくれたらさ、うん、まあこ、まあ、それが本当かどうかはともかく、大津さんはレジ袋有料化を肯定してんやなって思うんやけど、その主語を抜くからよ、肝心なところで、うんね、だからレジ袋有料化は直接は関係はないんですけど、人々のそのことにより人々のリサイクル意識が高まったのか、それとは関係なくリサイクル意識が高まったのか、ちゃんと言わへんからさ、うん、結局どっちとも取れるような言い方してるの、うん、よく言んねえ、なんかこれは何のことを言ってんの、いきなりさ、うん、これ別に大津さんに言ってるわけじゃなくて、一般の間でお前はお前の中で論理が出来上がってっから、お前は分かってるかもしれんけどさ、そこは主語を入れてくるのは分からへんわっていう文章を書く人ほんま多いねん最近。しかもなんかそれが若者がそうやってそんな文章を書いてるとかって分かんないけど、なんかいい年してそうな人がさ、その主語抜き文章を書くからさ、あれなんか多分下手なこと書いて、うん、それこそ誹謗中傷になるっていうのを恐れてるのかな、ひょっとしたら。うん。うん。例えばやで、そんなこと書くやついいんけど、うん、分かりやすいように、コメントにさ、
バカなんって書かれたりするの。誰のこと言ってるのかよう分からへんねんか。例えばあの大津さんを批判する動画を出したとして、うんうん、でコメントにバカなんって書かれると、うん、俺のこと言ってんのか、うん、大津さんのこと言ってんのか、はたまた弟子のこと言ってんのか分からへんねん。うんうんうん、そういう文章を書きがち、最近。なんかその、なんか怒られんの、怒られ余計をしてんのかもしれんけどさ。でもその分何がいいだか全然分からへんねん。誰に言ってんのこれはつって。だから、まあ、俺かなとか、大津さんではないよねこの場合とかさ。こっちがさ、めっちゃ考えなあかんねん。なんか、こう、さっきのミンツク日記もさ、俺は肯定的に言ってるように、取れたんやけど、一方で、X の方でさ、うん、プレジデントオンラインなのかなこれ。プレジノンっていう雑誌があるけど、それのオンライン雑誌の引用して、レジ袋の有料化、紙ストローの導入に意味はあったのか、政府の政策に根拠がないという日本の大問題、効果がなかったのなら、レジ袋有料化を再検討すべきっていう記事をそのまま引用してんねんか。うん。でもこっちはなんか否定的な記事っぽいやんか。有料記事なんで、最後まで見れへんだけどな。うん。え、どっちどっちなの大津さんは有料、結局大津さんは有料レジ袋を否定してんのか肯定してんのかどっちなの。ほんとマジで分からへんと思うね。ミンツク日記をさ、うん、しよう、うん、もなんかブツってね、時間切れって感じで切れちゃった感じがするから、そうそう、そこはね問題は、もうちょっとこう、うん、1分動画やから、うん、なんかガーって言ってブなんとかねーってブツって切れるからさ、え、うん、もうちょっと聞きたいねんけど、初めてじゃないもうちょっと大津さんの動画で、大津さんの動画で、あれもうちょっと聞かない、なんか結局何が言いたいかわからないんですけど、大津さんは結局肯定、レジ袋有料化を肯定してんの、否定してんのどっちなみたいな感じ、もうちょっと先を言ってくれるのはわからないんだけどって思って、だから結局さ、ミンツク日記でなぜそもそもなんか、なぜ1分のショート動画をデフォルトにしてんのかよくわからへんし、うんだから普通の動画にしろや。ねえ、なんだよ。別に15分喋れて、15分喋ってたんやけど、この前、うんうん。割とどうでもいいことをダラダラ、どうでもいいとかなんか何言ってんのかわからないことをダラダラ言ってたからさ、うんうん、この今回のレジ袋に関してはさ、別にさ、まあ、そもそもレジ袋有料化はもうクソみたいな制度やと思うで、俺も、うんうん。確かに。いやもう、アホか信じろと思ってたね。みんなが思ってたよね、あの時に。アホか信じろと思ってたけどさ。それは肯定、それは賛成するけどよ、そこに関してはよ。そこ、レジ袋有料化がクソやってことは賛成するけどさ。そんなもんさ、有料化だから。でも、レジ袋と、最大の俺、一発目の、疑問っていうかさ、思ったことはさ、水害とレジ袋は関係ないと思うねんけどなって思ったけどな。多分全然関係ないと思うぞ。マジで。マジで。そのレジ袋、だからプラスチックの、でもプラスチックゴミの問題ってさ、いろいろあってさ、ほんで、そもそも石油をさ、取るやんか、いろいろ。ガソリンやら、軽油やら、重油とかさ、まあ、灯油とか取ってさ、で、精製して、それらのなんか燃料にする、そういう燃料の油を取った後は、ナフサっていうカスが残るんだよね。石油のね、ナフサっていうやつ。うんうん、で、ナフサからプラスチックとか、レジ袋とか、そんな作んねんか、うん。だからな、レジ袋をな、減らそうがな、どうしようがな、ナフサはな、一定数出るねん。だから関係ないっていう話もあるからな。うんレジ袋は俺は無料化にしてバンバン使えばいいと俺は思ってんねんけどね。絶対そんなもん減らしたところで環境に何の関係もないと俺は思ってるんやけどね。まあ何でもいいんですけど、そんな、結局何、どっちやねんと否定してんのか肯定してんのか分からへんような1分動画にするぐらいやったら、もうその1分っていう縛りはやめたら。以上です。はーい。